はい、今日は11月22日後楽園ホール大会ですが、皆さんのお時間をお借りしまして、少しご報告がございますので、記者会見の方を行わさせていただきたいというふうに思います。2017年に向けて大日本プロレス、準備帯同しておりますけれども、今回ですね、この2017年の、大きな、一つの新戦力として、ガッツワールドに現在所属しております、吉野選手に、2017年より合流していただくということに相なりましたので、今日ご報告させていただきたいというふうに思います。吉野選手につきましては、以前から、来年のプロレスに参戦していただき、特に今年に関しましては、地方巡業なども多数、それから、商店街プロレスなど、イベントを含めて、多数参加していただきました。私個人としても、幅広いこう能力というか、通常の試合はもちろん、イベントプロレスなどのような一元さんに、プロレスの楽しさを伝えるような試合、それから地方でのプロレスや首都圏での試合、さまざまなこのバリエーションを持った吉野選手に魅力を感じていたのは事実であります。今回吉野選手が、2017年の活動にあたって、考えるところがあるということで、所属団体の、ガッツワールドさんと、話し合いを持った結果、2017年より大日本プロレス3席という形になりましたので、ご報告させていただきたいと思います。それでは石島さんの方から、はい、はい、お願いします。まあ、吉野も移籍ということで、まあ、ガッツワールドとしても、まあ、吉野は、まあ、中心選手の一人だったので、まあ、戦力ダウンというところは、まあ、否めないというのはみんな印象があると思うんですけど、まあ、ガッツワールドとしても、まあ、本人の、まあ、気持ちを尊重して、まあ、今回は、まあ、移籍という形で、まあ、ガッツワールド出身だということを、胸に持って、大日本プロレスさんにぜひトップを取っていただきたいと思います。で、12月3日のガッツワールド新木場大会が、ガッツワールド、所属、ラストマッチになりますので、そこで吉野対、ガッツ石島のシングルマッチで、ラストマッチ、僕が務めたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、この度1月1日より日本プロレスさんに移籍をさせていただくことになりました。自分自身31歳という年齢を踏まえ、もっともっと自分のキャリアを考えてステップアップしたいと思い、団体と話し合いを重ねた結果、こういう経緯になりました。本当にこれを温かく見送ってくれるガッツワールドさん、そのガッツワールドと恩返しができるようにプロレスを大日本さんで頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援していただけたらなと思います。団体はですね、皆さんの方から、それぞれの団体もしくは吉野選手あればお願いできますでしょうか。吉野選手、お聞かせしたんですけれども、まあ、これまでも日本にはレギュラー参戦2016年から始まって、まあ、朝前からとしているんですけれども、まあ、今後の目標の第一に置いているところはどのあたりになるでしょうか。やっぱりガツワールドの人間は100キロ超えている人間がすごく多くてですね、大日本さんも100キロ超えている人も多いんですけど、逆に橋本和樹選手含め体重が似ている、同じ階級の人間もかなりいるので、その人たちとバチバチ戦って会いたいなと。吉野さん、すいません、いつ頃からもう考えていくというか、まあ、夏後楽園ホール、夏後楽園ホール今度ってね、あと新5月5月に終わりまして、それで少しずつ考えるようになりまして、意識の人が遊びになりました。ありがとうございます。吉野選手、他のガッツワールドの仲間とかには報告されたでしょうか。そうですね、はい、全体で話し合った結果、はい、こういう形になりました。何かその時の反応とかはどんな感じだったんですか。やっぱりこうずっとガッツワールド自体はファミリーのようにすごくお互い辛い感じもあったんですけど、僕のわがままに最後付き合っていただいた感じになりました。はい、大日本所属としての将来的な大きな目標は、
大日本さん野球が理解した過程も含めて楽しみつつ大日本プロレスさんが今回ナンバーワンになるための一番に頑張りたいと思って頑張りたいとさか社長が考えるその吉野選手の大日本にない部分っていうのはどのあたりだと思うんですか。真面目な話でちょっと硬いからあれだなと思ったんですけど、すごくいいのはそのなんていうかね、ゴム風船すごい強力なゴム風船のようにこう膨らみとか伸びしろがすごくある選手だというのは思っていました。試合もやはりそのヘビー級の選手とたくさん当たってたということもあって、例えばうちでいうと岡林選手関本選手と当たった時も非常にマスコミさんもカメラさんもない状況の地方大会でも非常に良い試合をしていただけてますし、それから今欠場中の谷口選手が担っていたようなそのプロレスの楽しさを伝える部分もポジショニングによってはしっかりと突き止めてもらっているので、まあ一つはオールラウンダーとして期待している部分、そしてもう一つはやはりその今ジュニアのクラスをという話がありましたけれども、まあそのあたりは特に大日本プロレスでも今点としてその超点がない状況ですので、何かブラッシュアップして研ぎ澄ましていただいて何かを見つけて作ってもらうというのが吉野選手が言う大日本プロレスが良くなる大きくなるという一つの、過程工程の部分じゃないかなというのが、真面目な話で言いますとですね、私の脳内では2017年に日本の健康を考えたグレート小鹿の小鹿体操というのを考えていまして、その小鹿体操は本人で言っても作らないと思うので吉野君に考案してもらおうと思ってます。はい、出てきました初めていいの頑張ります。はい、大丈夫かな。はい、ガッツさんとか、ガッツワールドの皆さんの気持ちをしっかり受け止めて、大日本プロレスとしても吉野選手と一緒に、それからガッツワールドの皆さんと一緒にプロレスを盛り上げていければなというふうに思ってますので、どうぞこれからもよろしく。ひとつき、関本選手を、オフにしようというふうに考えております。完全休養という形で、2月の1日から2月の28日までを、彼自身を試合、それから、イベント等もお休みさせていただいて、今までの蓄積とかのメンテナンス、それからまた3月以降の飛躍を期待する意味でそういう準備期間にしたいなというふうに思います。これがしっかり展開するようであれば、今後はベテラン選手や故障が予想される選手を中心に一定期間の休業という形を先に取っていきたいというふうに思います。でもう一つ残念ながらそれが前後してしまったんですけど、関浦選手が左膝の靭帯を断裂してしまいまして、医者と相談した結果12月から休業に入らさせていただきます。で12月中に休業、手術をいたしまして、復帰の見通しは半年から7ヶ月ぐらいというふうに聞いております。来年以降はこういったことも極力少なくするために、怪我をさせないしないというのをしていきたいなというふうに思います。その取り組みの一つとして関本選手をまず2月1ヶ月間お休みさせてください。でも完全に他団体も一切、そうですね、他団体の方にも事前にお願いしてこの期間はお休みさせてくださいということをお伝えさせていただきました。はい。